確か試練も訓練過程を首席で卒業したそうだ。当時すごい新兵がいると噂になった。だが配属されたのは児玉正体だ。変な苦労ばかりさせられて僕の良さは全く活かせなかった。いや、あの隊でやってこられたんだ。それだけで評価に値する。能力の高さは一緒に戦っていればわかるしな。ゲンマは正しい物言い方ができるんだ。変人ドロイド海抜軍の両親そ
ス。ロックされていて空き通りないわね。システムを制御しているデバイスを壊せば解除されるんじゃないか。例えば高い電圧をかけるとかだ。カサネ、組織デバイスがあれば放電してみろ。
カサネ、止まれ。強化小隊、ポイントアルファに到着。瀬戸小隊が2分遅れで向かっています。合流後、合図とともに上空に回避。避け。何？聞こえない。見えた。20秒後に上から来るわ。避けて。未来予知か。3階だ。断絶の帯の通信障害か。通信が完全に遮断されるのは珍しいな。ナミ、瀬戸正体の元へ向かい救援を要請してくれ。残りは怪異討伐に当たるぞ。力を渡して。一人で大丈夫かしら。さっきナオミに助けられたくせに、お前は何を言ってるんだ。危険が迫ってもナオミは未来予知で回避できるだろう。いいから目の前の怪異に集中しろ。まだまだこんなものじゃ足りない。今だ。次は精神統一だ。どうしたのかしら。確かここには40名以上派遣されていたはずだが、このポイントアルファ周囲を視認した限りでは他の隊員は見当たらないな。怪異にやられたのでなければいいが。強化招待3回しろ。上から来るぞ。ありがとう。他のみんなは？ゲンマ・ギャリソンとツグミ・ナザール、無事だ。近くにあと二人いる。ユイト、生きてるか？ナギ、今どこにいる？瓦礫越しの隣だよ。ナオミちゃんと一緒。今 GPS を再起動する。うわナギ、どうした？怪異があちこちから攻めてきて、ナギさんが、お姉ちゃん、まずい。怪異の数が多い。急がないと。俺が瓦礫をどかす。数が多すぎる。俺も手伝う。
お姉ちゃん、ナオミ、お姉ちゃん大丈夫？大丈夫、ちょっと足を痛めたくらい。あいつ殺すわ。おい、頭冷やせよ、重ね。あいつを潰せば勝手に冷える。そっち任せたわよ。ゲンマ、やっていいわよね？構わんが、ユイトの言う通り落ち着け。うるさい、やるわよ。カサネ、少し冷静になれ。ナオミのことになると頭に血が上りすぎだ。私は十分冷静よ。こいつらを一匹残らず殲滅する。自然と分断されてしまったな。無事だといいが。ストリングスから手を離さないで。俺も戦います。
するんだ、カサネ。この怪異はナオミなのよ。お姉ちゃん。転送能力か。しかしあのサイズを転送するなど、よほどの超能力者でないと。失ったらお姉ちゃんがどこに転送されたのかわからなくなる。絶対に逃がさないわ。必ず助けるから待ってて、お姉ちゃん。どこへ行く？作戦行動中に勝手な真似はするな。離して！抵抗しても無駄だ。貴様の力では俺には勝てん。こういう時すぐに冷静になれるのはさすがだな。なぜ邪魔をするの？貴様のためだ。そしてナオミのためでもある。姉がどうなったか知っているのね。怪異化した。もはや元に戻すことはかなわん。今のままではな。あなた何を知っているの？俺が知っているのは、ナオミを人間に戻すためには奴らにナオミを委ねるしかないということだ。何が起きたかも分かっていないのに、あなたの話を信じろと。何が起きたか分からないのに俺の話を疑うか。だがここでナオミを取り戻しても怪異として殺されるだけだということぐらい貴様にも分かるだろう。姉をあんな得体の知れない連中に預けて本当に大丈夫なの？あれは国防軍のセイラン駐留部隊だ。奴らはナオミを殺しはしない。それは保証する。だがなぜ殺さないのかについては今は聞くな。そしてナオミが怪異化したこの一連の事件を海抜軍の上層部に報告するのはやめろ。決して誰にも口外するな。でないとナオミだけでなく
貴様の存在も保証できなくなる。私を殺すということ？お前を殺しはしないだろうさ。奴らはな、迎えが来たようだ。せいぜいよく考えて行動するんだな。ニューヒムカの連中を信用するな。足元を救われるぞ。そうそう、この先でシデンが救援信号を出している。助けてやるといい。カレン連隊長、ユイトに幻魔か。そこのジャジャ馬のことは任せたぞ。俺は部隊を立て直すために前線へ戻る。了解。カサネ、あのナオミは？あなたたちは全てを見たんだから話しても構わないわね。セイランの駐留軍に連れて行かれたわ。さっきの車もセイラン駐留軍のものだったのか？ええ。何かがおかしいぞ。今回のことは吹雪連隊長に報告したら口外しないように言われた。重ねにも口止めしろって。カレン連隊長も同じことを言っていたわ。なぜ口止めするの？海抜軍は何かを隠しているってこと？わからない。それが俺たちを守ることになるって吹雪連隊長は言ってたけど。それからこれを見てくれ。これもセーラン駐留軍が落としたものみたいなんだ。これ子供の頃家で見たことがあるわ。吹雪連隊長の話だと一時的に超能力を高める強化剤だって。回収されそうになったけど2本だけ手元に残しておいた。いい判断だわ。それにしてもどうしてそんなものが家にあったのかしら。ランドール家は兵器の開発が中心で、製薬関係はスプリング製薬と提携を結んでいるぐらいのはずだけど。このアンプルのことも機密事項として口止めされた。海抜軍の上はこのアンプルのことを知っているみたいだ。スプリング製薬というのは吹雪連隊長の実家だったな。連隊長はその関係で知っていたのかもしれないが。ニューヒムカを信用するな。え、それはどういう意味だ？カレンが言っていたの。私にも詳しいことはよくわからない。このアンプルが本当にセイランのものなら、ランドールやスプリングはセイラン氏と組んでいる。だから何だと言われても答えは出ないけれど、カレンたちの言う通り、今回のことはあまり口外せず私たちだけで探った方がいいのかもしれないわ。そのアンプル、かなり重要なもののようだ。他の人間に知られないように隠した方がいいだろう。だったらバッキーちゃんの中にアンプルを隠しておくよ。え？裁縫が得意だとは思わなかったわ。子供の頃から自分のことは自分でやるように言われていたからね。はい、これ2つあるけど誰が持つ？俺はごめん、コウムル。お前たちで持っているといい。バッキーちゃん、お姉ちゃんだったらすごく喜んだだろうな。カサネ、ナオミのことごめん。あのカイがナオミだってことは分かっていたけど、俺怖くて戦うしかないって。やめて。私はナオミを取り戻す。今後その邪魔さえしなければそれでいい。綺麗事かもしれないけど、俺だって助けられるなら助けたいと思うよ。綺麗事ね。でもありがとう。おお、つぐみちゃん、ナイスよ。みんな迎えに来てやったぜ。あれ、ナオミちゃんは一緒じゃねえの？どうしたの、ユイト？いや、後で話す。あの、ナギは？それに瀬戸隊長や花火も。ナギは前線本部で救護班に預けた。隊長も花火ちゃんも
ピンピンしてるぜ。お前らのことを心配してるから早くここを出ようよ。いえ、ユイトたちは先に脱出して。この先に試練がいるらしいの。拾って帰るわ。なら俺も一緒に行こう。この作戦が終わるまではこんな俺でも強化隊の隊長代理だからな。うん、わかった。気をつけて。カズネ、大丈夫か。ナオミにあんなことがあって、お前も普通の精神状態ではないだろう。私は大丈夫よ。とにかく一刻も早くお姉ちゃんを助け出さないと。今考えてるのはそれだけ。やっと見つけたぞ、シデン。怪我はしていないようだな。当たり前だ。それに僕が迷子みたいな言い方をするな。似たようなものでしょ。貴様、さあもう帰りましょう。帰るのはいいが、ナオミはどうした。この辺りでナオミらしき反応があったが。ナオミなら戦死したわ。何？重ね。こう報告するしかないでしょ。そうだな。おい、本当に戦死したのか。その割にはこの冷血女が冷血すぎるぞ。嘘を言っても仕方ないでしょ。ナオミは死んだのよ。強化招待を預かっていたのは俺だ。俺が未熟であったばかりにナオミを死なせた。それは違う。あれはとにかくそれは違う。いや、違わない。言葉で足りるとは思わないが、申し訳なかった。あら大変。お姉ちゃんを失ってさぞ悲しいでしょうね。小玉、何の用だ。負傷者の捜索か。何よ、裏切り者のクソ試練。私がそんな地味な仕事するわけないでしょ。そうね、まあ理由なんて何でもいいけど、とりあえず怪異にやられたってことにしようかしら。うん、それがいいわ。さーて、し、うんて、サクッと殺してあげる。いきなりどういうつもり。あら、おしゃべりなんてしてる余裕あるの。それなら変わるわ。もっとぐいぐい行っちゃうわよ。こっちよ。相変わらず理解不能な女だな。本気で僕らとやり合うつもりなのか。へえ、裏切り者はずいぶん偉そうだこと。相変わらずの悪い人ね。黙れ。このふざけた物言いを聞いてるだけで虫ずが走る。どうしたことが。
やるじゃない。どういうつもりだ。何のためにこんな真似をする。うん、まあこっちにもいろいろ事情があるのよ。さーて、それじゃあ小玉様本気の第二ラウンド行っちゃおうかしら。そこまでだ。まだ今作戦は終了していない。勝手な行動は慎め、小玉。吹雪様。小玉、今回の件は僕が処理する。勝手なことはしなくていい。はーい、わかりました。玄馬、シデル、それに重ね、腹も立つだろうが、ここは僕の顔を立てて小玉を許してくれないか。別に構いません。特に腹も立てていませんから。重ねちゃんって優しい。吹雪連隊長の意を狩るメギツネが。玄馬、君もいいかな。承知しました。それじゃあ僕らは前線本部に戻る。君たちはいろいろと衝撃も大きかっただろうから、ここで離脱して休息を取るといい。さて、引き上げるか。とはいえ、周防に直接戻るには体力的にも厳しいな。アジトによるのか。ああ、おそらく強化隊長もそうしているはずだ。3人とも無事だったのね。よかった。今回は大変な作戦になったから。いえ、よかったとは言えないわね。吹雪連隊長から聞いたわ。ナオミが亡くなったって。はい。くそ、怪異のやつ。重ね、ごめんなさい。これは私たち上官の失態だわ。あんなにいい子が犠牲になったなんて。いえ、姉も海抜軍の一員として働いた結果ですから。ナオミお姉ちゃんは生きてる。カレンの言葉を信じるなら、カレンが何を考えているのかわからない。でも今はあいつにお姉ちゃんを託すしかない。待っていて、お姉ちゃん。私、必ずお姉ちゃんに会いに行くわ。Thank you.
強化も。ナオミの怪異化については知らされていないようだ。このまま黙っておくのか。仕方ないわ、口止めされているし。それにきっと余計な心配をかけるだけだもの。そうかもしれんな。カサネ、大丈夫？ナオミのことは本当に何と言っていいか。何か私にできることがあれば言ってちょうだいね。一人で抱え込んではダメよ。はい、ありがとうございます。カサネ、ナオミのこと聞いたわ。あなたたちが大変な時に何もしてあげられなくて、私ごめんなさい。うん、謝らないで。はるかのせいじゃないわ。シデン、少し話があるんだけど。なんだ急に。僕も忙しいんだ。作戦中の行動について気になっていることがあるの。は、偉そうに。言いたいことがあるなら言ってみろ。試練は戦闘中の単独行動が多いわ。計算したところ、隊の平均より3割は多い。その割に戦闘に有利に働いたケースは多くなかった。もっと私たちと連携したらどうかしら。何？聞こえなかった？バラバラに戦っていては同じ部隊としての強みを生かせないという提案なんだけど。作戦指示には従っているつもりだ。それともお前たちの面倒を見るのが作戦の一部なのか。面倒を見てくれなんて言ってないけど、それぞれの力を合わせる方が結果として効率がいいんじゃない。私たちはみんな固有の超能力を持っているんだもの。足りない部分を補い合えばより有効な戦い方ができるわ。今だって作戦行動は完遂しているだろう。一体何の問題があるって言うんだ。あなた現状に満足しているの？鍛錬を続ければもっと強くなれるのに。お前にそんなことを言われる筋合いはない。僕は僕なりのやり方で戦う。上から目線で指図をするな。だから指図ではなく提案よ。大丈夫？聴覚に問題でもあるの？なんだと。まあまあ、二人とも同じ部隊の仲間なんだから喧嘩しないで。私は試練に協力の提案をしていただけよ。どこがだ。協力を頼む態度には見えなかったぞ。はいはい、二人とも落ち着いて。ちょっと私の話を聞いてくれるかしら。シデンの戦闘力や分析力はとても優れているわね。単独でも動ける実力があることはみんなわかっているわ。でもせっかく同じ部隊にいるんですもの。仲間と力を合わせる練習をしてみてもいいんじゃない？いきなり今までのやり方を変えるのも大変でしょうから、まずは重ねとお友達になってみるのはどうかしら。友達？重ねは率先して舞台のことを考えてくれているのね。うまく連携が取れればチームとしても強くなるわ。でもみんなと分かり合うためには思ったことをそのまま伝えるだけでは足りないことがあるのよ。コミュニケーションの方法はいろいろあるわ。周りの人を参考に伝え方を工夫してみるのはどうかしら。伝え方に工夫？二人ともいい子だもの。きっと仲良くできるわ。頑張りましょうね。僕には慣れ合いなんて必要ない。一人で戦う力があればわざわざ連携なんてしなくても怪異に勝てる。戦闘で足を引っ張らないなら
それでもいいわ。僕が足を引っ張ってるっていうのか。ええ、まず一人前線で突出しすぎるわね。熱くなると周りが見えなくなるでしょ。自信過剰で爪が甘いのも気になるわ。勝利を確信すると気を抜いてしまうところがある。それは今後の課題で。自覚はあるのね。ならよかった。欠点は誰もが持っているものよ。完璧な人間になろうとしても限界がある。だったら仲間を頼ることは戦略として必要でしょ。一人の力だけで戦っていたんじゃいつか死ぬわよ。シデン、なんだか怒ってるみたい。また言い方が悪かったのかしら。もしかして怒っているの？気に障ったのなら謝るわ。そうやって人の弱点をつつき回して自分が上だと主張するわけか。そんなつもりはないわ。どちらが上か下かなんて今は関係ないでしょ。余裕ぶりたいならそれでもいいさ。だが僕は決してお前に負けたりしないぞ。欠点だろうが弱点だろうが克服してみせる。自分だけの力でな。もう声をかけるな。完全に怒らせてしまったみたい。伝え方の工夫ができなかったということよね。反省点だわ。こういう時お姉ちゃんならきっとうまく対処できるんだろうな。でも今は自分で何とかするしかないわね。試練とうまく付き合っていく方法を考えないと。
あ、カサネ。連絡した通り来たわよ。話したいことって何？カサネ、大丈夫かなって思ったから。私は特に問題ないけど。本当？だってナオミのことがあったのに。ああ、そういえばつぐみもあの場で見ていたわね。お姉ちゃんが変わってしまうところ。うん、怖かったし、思い出すと悔しくて辛くなるけど、重ねの方がずっと辛いはずだから。それでわざわざ連絡をくれたの？ありがとう。でも本当に大丈夫よ。嘘、絶対大丈夫じゃない。辛くないとは言ってないわ。でも今は自分の気持ちより優先することがあるから。私はお姉ちゃんのためにもやるべきことをする。それだけよ。だから心配はいらない。わかった。つぐみはお姉ちゃんと話したことあったの？別の態だし、あまり接点がなさそうだけど。趣味合うから時々話してた。ガーデニングのこととか。ガーデニング？私、花とか育てるのが得意だから。そう話したらナオミも興味があるって。花か。確かにお姉ちゃんが好きそうな話ね。花だけじゃなくてハーブとかも育てたいって、料理に使いたいって話してた。ハーブって自分で育てられるものなの？ちゃんと育て方を知ってれば難しくない。品種にもよるけど、例えばミントは簡単に増えて育てやすい。パセリとかバジルもいいと思う。料理によく使うから。そうなの？乾燥した場所が好きな種類とそうじゃない種類があるから、水やりの量と頻度をそれぞれ。どうしたの？急に黙り込んで。ごめんなさい、私一人で喋りすぎちゃって。喋りすぎって言うほど喋っていないと思うけど。私、ナオミにいろいろ教えようと思ってハーブのことたくさん調べてたの。だからつい。そうだったの。ありがとう。ううん、もっともっとナオミに話したいことたくさんあったのに。つぐみ、あなたがお姉ちゃんに教えるつもりだったガーデニングの話、代わりに私が聞いてもいい？え、もちろん。でもいいの？ええ、何かの役に立つかもしれないし、お姉ちゃんがどんなことを知りたがってたのか聞いてみたいから。わかった。ハーブもそうだけど、植物っていろんな用途があるから、きっと実生活でも役立つと思う。あ、そうだ、ラベンダーっていう花、リラックスする効果があるの。辛い時とか疲れてる時、お茶に入れたりして香りを吸うと、きっと少し楽になると思う。ありがとう。
今度探してみるわ。うん、それじゃ。つぐみ、私のこと色々気遣ってくれて、話し方も性格もまるで違うけど、少しお姉ちゃんに似てるところがあるのかもしれない。重ね、こっちこっち。早いわね、もう来てると思わなかったわ。うん、私も今来たばっかりだよ。さあさあ、ケーキにパフェ、スイーツじゃんじゃん頼もう。あー、おいしい。やっぱりお茶とスイーツって最高のリラックス法だよね。そうかしら。お茶もケーキもお姉ちゃんが作ったものの方が美味しかったわ。ナオミ、お料理得意だったもんね。でも味はともかく息抜きにはなったでしょ。息抜き？あ、息抜きにもならなかった。もし何か悩んでることがあるなら相談に乗るよ。悩み？特に思い当たらないけど、それなら戦闘のことでアドバイスをもらえると嬉しいかしら。え、戦闘？まあいいけど、私なんかでいいの？重ね成績トップだったのに。花火も十分優秀でしょ。全体を把握する戦略的な視点は欠けているけど、直接的な戦闘力は秀でている。特に超能力の効果的な使い方とか、戦線を切り開く突破力は私も学ぶべきところがあると思ってる。褒められてるのかな私。ええ、褒めているわ。花火は客観的に見て危険な状況でも迷わず前に出ていくわよね。あれはなぜなの？ちょっと都合心って言われてる気もするけど、でもそうだね、理由があるとしたら仲間を信じてるからかな。戦略とか全体を見られる人は私以外にいるし、もし勢い余ってちょっとヘマしても誰かがカバーしてくれるかな、なんて、これは甘えかな。なるほど、仲間への信頼ね。参考になったわ。戦い方にもいろいろタイプがあるのね。役に立ったのは嬉しいけど、聞きたかったのはそういう話じゃなくて、もっと人間関係の悩みとかない？人間関係？例えばどういうこと？例えばだけど、誰か好きな人がいるとか。ん？好きな人ならいるけど別に悩んだことはないわ。そうなの？クールだね。ちなみにその好きな人って誰か聞いてもいい？ええ、お姉ちゃんよ。え？家族への好きじゃなくてね、男の人とか。つまり恋愛の話ということ？
最初からぼかさずにそう言えばいいと思うわ。で、どう？誰か心当たりある？さあ、わからないわ。少なくとも自分でそんな風に感じたことがないから。じゃあ今は好きな人いないってこと？そうだと思うわ。誰かを好きになったら普通は自分で気づくわよね。自分では気づかないうちに誰かに惹かれてるってこともあると思うよ。そうなの。重ね？私そろそろ戻るわ。あ、うん、ごめんね、なんか気まずくしちゃって。いいえ、別に気まずくはないわ。それに息抜きになったかはわからないけど、楽しめたような気がする。お姉ちゃんと離れてからこんな風に誰かと他愛もない話をしたのは久しぶり。そっか、少しでも気が楽になったんだったら私も誘ってよかったよ。どうしてそんなに私に気を使ってくれるの？え？だって当たり前でしょ、友達なんだから。友達？それ私のこと？うん、私はそのつもりだったけど嫌だった。いいえ、それで構わないわ。少し驚いただけ。今まではただ親切な同僚だと思ってたから。同僚って、せめて同期が良かったな。まあでもこれで晴れて友達同士だね。そういうことになるわね。よろしく花火。うん、よろしく。それじゃあまた友達としてお茶しよう。ええ、わかったわ。また会いましょう。